ラフィーは、アメリカ海軍の駆逐艦、アレン・エム・サムナー級。艦名は、南北戦争での活躍から、名誉勲章を受章したアメリカ海軍水兵、バートレット・ラフィーにちなむ。ラフィーの名を持つ艦としては、1942年11月13日の第三次ソロモン海戦で、噴戦の後に沈没したベンソン級駆逐艦ラフィーに、続き2代目。ラフィーは、 第二次世界大戦中のノルマンディ上陸作戦や沖縄の戦いにおいて、荒烈な砲爆撃と神風特別攻撃隊による攻撃を生き延びたことから、不死身の船とあだ名された。ラフィーは現在、サウスカロライナ州チャールストン近郊のパトリオッツポイントで博物館船として保存されており、アメリカが衆国国定歴史建造物と、 アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。ラフィーは1943年6月28日にメイン州バスのバス鉄工所で帰港、同年11月21日に名前のもとであるバートレット・ラフィーの娘ビートライス、カイ・ラフィー夫人の手によって浸水した。その後ラフィーは1944年2月8日にフレドリック・ j ベクトン中佐の指揮下で収益した。 メイン州はバスの地にて生を受けた今や誉れたきなとともに乗組員は彼女の死体を手に入れたのだ定めを受けし彼女の運命のためにラフィーの報酬をウェンラダーによる消火錬成訓練完了後ラフィーはワシントン海軍交渉を訪問するそれから1944年2月28日にバミューダへ向け飛行し3月4日に到着した 練習官任務に就くために短期間、ノーフォーク海軍基地に戻った後、5月14日にイギリスへ向かう戦団を護衛するためニューヨークに向かう。スコットランドのグリーノックで給油後、ラフィーは5月27日にイングランドのプリーマスへ到着した。ラフィーはすぐにノルマンディ上陸作戦への参加準備を行う。6月3日、ラフィーは A 船、上陸用艦艇。 オランダ海軍のフローレス救砲艦2隻からなる船団を護衛してノルマンディーを目指した。船団は1944年6月6日の夜明けにセーヌ湾のユタビーチ沖へ到着した。ラフィーは周辺海域を警戒し、6月8日から9日にかけて敵砲台を砲撃し成果を上げた。一時的に現場を離れた後、ラフィーは急いでプリマスへ向かい補給を行うと、 翌日には、ノルマンディ沿岸へ取って返した。6月12日、ラフィーは、駆逐艦ネルソンに来撃を行った敵の S ボート部隊を追跡し、強固な陣形を突き崩して、さらなる攻撃を防いだ。警戒任務完了後、ラフィーは、戦艦ネバダと共に、イギリスへ戻り6月22日に、ポーツマスへ到着、続いて、シェルブールの戦いに参加した。 6月25日、ラフィーは、ネバダと共にシェルブールイコールオクトビルの強固な防御陣地を砲撃する第二砲撃グループに加わるため出撃した。砲撃地域に到着後、砲撃グループは沿岸砲台からの反撃を受けた。駆逐艦バートンとオブライエンが被弾し、ラフィーにも海面で長弾となった砲弾が水線場に直撃したが、幸運にも不発であったため被害は、 ほとんどなかった。その日遅く、砲撃グループは交代し来たアイルランドに向かい7月1日にベルファストに到着した。3日後、ラフィーは第119駆逐隊と共にボストンへ出港し7月9日に到着した。1ヶ月のオーバーホールを終えた後、ラフィーに搭載された新型電子兵装の試験を実施2週間後に、 ノーフォークへ向かったラフィーは8月25日に到着する。第二次世界大戦中のラフィー。翌日出港したラフィーはパナマ運河とカリフォルニア州サンディエゴを経由し、9月に真珠湾に到着。大規模な訓練の後、ラフィーは10月23日に戦闘海域へ向かい、エニウェトク干渉経由で11月5日、ウルシー干渉の白地に停泊した。同日、 ラフィーは第38任務部隊の護衛に参加し、それからフィリピンの日本軍艦艇、航空機、飛行場に対する空襲を支援した。11月1日、ラフィーは一本の落下山が降りてくるのを発見し、護衛配置を離れて重傷を負った日本軍のパイロットを救助した。翌日、救援活動に合わせてパイロットの身柄は空母エンタープライズに移された。 ラフィーは11月22日に、ウルシー艦省へ戻り、11月27日に、第60区逐戦隊と共に、レーテワンへ向かった。第7艦隊の大型艦艇への対空、対戦護衛任務を行いつつ、ラフィーは12月7日に、オルモックワへの上陸を援護し、沿岸砲台を沈黙させ集結中の敵部隊に、砲撃を行った。12月8日に、 レーテ島サンペドロ湾での短期間の修繕の後、ラフィーを含む第77.3近接支援軍は12月12日にミンドロ島へ向け出撃、12月5日から島への上陸作戦を支援した。共闘歩が確保された後、ラフィーはレーテ島へ戻るからにとなった揚陸艦艇を護衛し、12月17日にサンペドロ湾へ到着した。10日後、ラフィは ミンドロ島周辺海域の警戒のために第77.3任務軍に加わる。一時的にサンペドロ湾へ戻った後、ラフィーは第7艦隊に再加入し、1945年1月中をルソン島リンガエ湾に上陸する部隊と、揚陸艦艇の護衛を行って過ごした。カロリン諸島へ退いたラフィーは1月27日に、ウルシー艦渉へ到着、2月には、 東京への陽動爆撃と伊王島で戦う海兵隊への直接支援爆撃を行う第58任務部隊を支援した。同月下旬、ラフィーは重要な情報情報をグアム島にいるチェスターに三つツ元水のもとへ運び3月1日に到着した。翌日、ラフィーは第54任務部隊の戦艦と共に徹底的な訓練を行うため嬉しい干渉に到着。 3月21日に沖縄の戦いに参加する任務部隊の一席として出撃する。ラフィーはケラマ諸島占領を支援し、沿岸目標の砲撃、夜間の敵に対する格乱砲撃、主力艦艇の護衛を実施した。1945年4月16日、ラフィーは沖縄沖30マイルの第一レーダーピケットステーションでレーダーピケット任務に就いた。 同日ラフィーを含む艦隊は敵の空襲を跳ねのけて合計13機の撃墜を記録。翌日日本側は約50機のさらなる空襲を仕掛けてきた。危機的な状況下で護衛空母シャムロックベイから発艦した4機の FM-2 ワイルドキャット戦闘機がラフィーを狙う特攻機を迎撃した。そのうちの1機のパイロットであったカール・リーマンは 特攻機の変態に急降下すると一機の99式艦爆に狙いを定めた。両機がその敵機を片付けたため、リーマンは別の99式艦爆の背後に突きこれを撃墜した。10秒後、リーマンは一機の97式艦上攻撃機を追跡し、パイロットを射殺した。わずか5秒後に別の97式艦航を攻撃したリーマンは、 残る弾薬すべてをその敵機に打ち込んだ。弾薬を使い果たしたリーマンは、蒸気を特攻機の編隊に突っ込ませて、攻撃を妨害すると母艦に帰還した。3機の両機も数機を撃墜し、弾薬が尽きた後は、燃料不足からシャムロックベイに帰還を余儀なくされるまでの間同様に、攻撃を妨害し続けていた。リーマンらの任務は12機の F4 ユーコルセアが、引き継いだ。 99式艦爆1機が機能を喪失している、ラフィーに左舷方向から接近してきたが、コルセアがその99式艦爆を追跡し、狙いを誤り、ラフィーを飛び越えた99式艦爆を撃墜した。ついで、そのコルセアは左舷方向からラフィーに機銃装者をしてきた一式戦闘機の背後に追いついた。ラフィーの対空砲火がその一式戦闘機を撃ち落としたが、 機体はそのまま、ラフィーのマストに激突すると海面に突っ込んでいった。ところが、追跡していたコルセアもまた誤って、レーダーアンテナに衝突し海に叩きつけられてしまった。だが幸いなことに、コルセアのパイロットは後に上陸支援艇、LCS-51 に救助された。99式艦爆が、艦尾方向から接近すると爆弾を投下した。これは下限に、 資金弾となり、登壇した99式艦爆は、その後コルセアに撃墜された。コルセアは、新たな99式艦爆を追跡し、攻撃をかけたが、投下された爆弾は、ラフィーの 40mm 機関砲座の一つに命中し、砲員を全滅させた。コルセアは、監視方向から接近してきた2機の一式戦闘機と、交戦し1機を撃墜するも、別の1機に撃ち落とされてしまった。 残った一式戦闘機はそれから、ラフィーの対空砲火で撃墜された。右舷方向から接近した99式艦爆は、ラフィーの手法で撃墜され、さらに攻撃をかけてきた、彗星一機は、上空警戒のコルセアによって撃ち落とされた。ラフィーは実に特攻機5機による突入と4発の爆弾、機銃装射を受け大破、死者32名。 負傷者71名に上る甚大な損傷を追ったにもかかわらず、ついに生き残った。補助通信士官、フランクマンソン大尉が、ベクトン艦長に、総委員体感を考えているかと尋ねたが、ベクトン艦長は怒っていった。いいや、一問でも火を吹く方がある限り俺は、絶対に艦を捨てはせんぞ。No, I'll never abandon ship as long as. エーシングルガンウィルファイヤー、ベクトン艦長には、そばで聞いていたミハリーンのつぶやきは聞こえなかった。それと、砲を撃てる奴が一人でも見つかるのならね。アンドイフ、アイキャンファインドアンマンツーファイヤーアイット、当時、あまりに特攻機が、レーダーピケット艦を攻撃してくるので、ラフィーの乗組員のうち一名が、キャリーアーズディスウェイという意味の矢印を書いた、大きな看板を掲げたこともあったが、 結局ラフィーは特攻を受け大破することになった。戦闘後、損傷したラフィーは栄光され、1945年4月17日に沖縄に到着した。大急ぎで応急修理が行われた後、ラフィーはサイパンに向かい4月27日に到着する。4日後、西海岸を目指したラフィーは、エニウェト区間干とハーイを経由しつつ5月24日に、 ワシントン州タコマに到着した。トットパシフィック造船所に入居したラフィーは9月6日まで本格的な修理を実施した。修理完了後、ラフィーはサンディエゴへ向かい9月9日に到着した。10月5日にサンディエゴを出たラフィーは10月11日に真珠湾へ着き、1946年5月21日までハワイ近海で活動した。ついでラフィーは ビキニ干渉での各実験である、クロスロード作戦に参加する。ラフィエの除染は、塗装のサンドブラスト処理と水洗浄及び水洗浄の再塗装、そして、海水配管とエバポレーターの三洗浄と一部交換が必要とされた。除染完了後、真珠湾を経由して、西海岸での任務のため8月22日にサンディエゴに到着した。 1947年2月、ラフィーは、グアム島とクエゼリン干渉を巡航した後3月11日に、ハワイへ到着、以降5月1日に、オーストラリアへ向かうまで、ハワイ近海で活動した。6月17日に、サンディエゴへ戻ったラフィーは、1947年6月30日に、大役史太平洋予備役艦隊に編入された。 ラフィーは1951年1月26日にチャールズ・ホロバク中佐の指揮の下で最終駅した。サンディエゴでの公の試み後、東海岸に向かったラフィーは1951年1月中旬にキューバのグアンタナモ湾で連勢訓練を行い、2月にはノーフォークでオーバーホールを実施した。1952年1月、ラフィーは朝鮮半島へ向かった。 3月に到着後、ラフィーは第77任務部隊の空母アンティータムトバリー、ホージを護衛した。5月、ヘンリー・ジェコンガー大佐の指揮の下でラフィーは北朝鮮の元山封鎖に参加する。彼の機関である USS ラフィーに乗艦していた間、しばしば元山港で敵の砲撃に見舞われたものの、コンガー大佐は彼の艦が成功をもたらす、大いなる助けとなり、 そして敵に対する恐れ知らずな反撃砲火の数々を指揮したのである。彼のリーダーシップ、秀でた判断力そして任務遂行への熱意ある献身によって、コンガー大佐は朝鮮半島東岸の海上封鎖に大いに寄与したのであり、アメリカ合衆国海軍の任務における最も崇高な伝統を保ったのであった。 ダンエ英キンボールアメリカが衆国海軍長官5月30日に横須賀で短期間の改装を行った後、朝鮮へ戻ったラフィーは第77任務部隊に再加入する。6月22日、アメリカ東海岸へ向かったラフィーはスウェズ運河を経由して8月19日にノーフォークへ到着した。ラフィーはカリブ海地域で1954年2月まで、 ハンター・キラーグループと行動を共にし、6月29日までの朝鮮半島展開を含む世界巡航に出発した。ラフィーは極東を立ち、スウェズ運河経由で8月25日にノーフォークへ着いた。ノーフォークを出てからは艦隊演習と空母のプレーンガードとしての任務に着いたほか、10月7日にはバージニア・岬沖で嵐のために沈没した。 スクーナー・エーブルの乗員4名を救助している。駆逐艦ファンクとともに入居中のラフィー。1968年。1956年11月7日、ラフィーは、末月機を受けて、ノーホークを立ち地中海に向かった。到着後は、第6艦隊に加わり、イスラエル・エジプト領海の境界付近を紹介した。その後緊張状態は収束したため、 1957年2月20日にラフィーはノーホークに戻り大西洋岸での任務を再開する。9月3日には北大西洋条約機構の演習に参加するためスコットランドに向かった。それからラフィーは地中海で第6艦隊に再加入した。12月22日にノーホークに帰還し、1958年6月には 大規模演習のためカリブ海地域を巡航した。翌月のウフォークに戻ると、1959年8月7日に、第32駆逐戦隊と共に、地中海へ展開するまで、通常の任務を続けた。ラフィーは12月14日に、スウェズ運河を通過、エリトリアのマッサワで泊まった後サウジアラビアのラス・タヌラにある、アラム湖の二百港へ向かい、そこでクリスマスを過ごした。 ラフィーは1960年1月下旬までペルシャ湾で活動した後スエズ運河を抜けて帰国の途につき2月28日にノーォークへ到着した。ラフィーはそれからノーォーク沖合、そしてカリブ海での巡航を行う。8月中旬、ラフィーは北大西洋条約機構の大規模演習に参加した。10月に ベルギーのアントワープを訪問して10月20日にノーフォークへ戻ったが、1961年1月には地中海へ向かった。地中海での展開中、ラフィーは遭難したイギリス客船だらの救援活動に参加している。8月中旬に本国へ向かったラフィーは8月28日に到着した。9月に、 ラフィーの上院間の協調性を高めることを期とした激しい演習に参加することになり、演習はノーフォーク試験評価派遣隊に連続することになる1963年2月まで続いた。1963年10月から1964年6月まで、ラフィーは東海岸でハンターキラーグループに加わり活動、6月12日からは、 海軍兵が構成との地中海への訓練公開を実施して6月23日にパルマデマヨルカへ到着した。2日後、ラフィーを含む任務部隊は地中海でのソ連海軍の演習監視任務に向かう。それからラフィーはイタリアのナポリ、フランスのテウルシュルメール、スペインのロタとバレンシアを訪問して9月3日にノーホークへ戻った。以降もラフィーは第六艦隊と共に 地中海の巡航を継続したほか、大西洋やカリブ海で多くの作戦、演習に参加した。ラフィーは1975年3月9日に退役し、同日除籍された。ラフィーはアレン・エム・サムナー級で一番長く現役を貫いた駆逐艦であった。ラフィーは第二次世界大戦において従軍政将5個と主君部大将。 朝鮮戦争で従軍政章二個と大韓民国士軍部隊章、冷戦中には功労部隊勘定をそれぞれ受章した。また展開した三つの戦争、対立すべてでバトル E の称号を与えられている。ラフィーは1983年にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に、1986年にはアメリカ合衆国国定歴史建造物にそれぞれ指定された。 ラフィーはまた、アメリカ海軍で運用されたアレン・エム・サムナー、旧駆逐艦で一番長く、現役に止まり、激しい特攻機の攻撃を生き延びた、強靭な艦であった。博物艦船として保存されているラフィー。2007年。ラフィーは現在サウスカロライナ州マウント・プレザントの、パトリオッツ・ポイントで保存されている。ラフィーの傍らには、空母・ヨークタウンと潜水艦・クラマゴアも、 同様に保存されている。また、2009年に、フロリダ州キーウェストへ移転するまでは、沿岸警備隊、カッター・インガムも共に展示されていた。2008年10月、ラフィーの艦隊に100カ所以上の漏水が発見され、パトリオッツポイントの関係者はラフィーが軽流場所で、沈没するのではないかという懸念を抱いた。ラフィーを修理するためカンドックへ栄光するには900万ドルが、 必要と見積もられ、関係者は、サウスカロライナ州政府から920万ドルを借りる、ことで費用を確保した。2009年8月19日、ラフィーは修理のためクーパー川下半にある、ノースカロライナ州でチェンス造船所のカンドックへ、栄光された。腐食した艦隊は、厚板で被覆された後、数マイルに及ぶ溶接と、新たな塗装で修理された。 2010年4月16日、クレムソン大学のトラスト部局は、パトリオッツポイントの団体関係者と合意に達し、ノースチャールストンにある、チャールストン海軍交渉跡地のクレムソン大学所有地の傍らに、ラフィーを敬戦するという契約を結んだ。ラフィーは2012年1月25日にパトリオッツポイントに戻り、帰還を喜ぶ群衆と12名以上の、 元上院たちに迎えられた。パトリオッツポイントへの帰還と博物館正面の新たな不当へ適合させるための回収には110万ドルが費やされた。元上院の一人は次のように語った。これは再び生き残らんとする彼女の長きにわたる戦いを意味するものである。ドイツ人は彼女を沈めんとした。日本人も彼女を沈めんとし、さらには 彼女が自らをここに横たえんとしたのである。彼女はすべてを打ちまかし、そしてまた戻ってきてくれたのだ。2018年5月、メルギブソンがラフィエの戦闘を題材にした映画デストロイヤーを監督することが発表された。ありがとうございます。